皆さんこんにちは、さやぐさ心です。今日はなんとお掃除第2弾ということで、じゃん、グリップのお掃除をしていきたいと思います。グリップ結構私もカラフルなの使ってるので汚れが目立ちます。ピンクのね、こういうとことかね、こういうとことか結構黒ずんできてます。なんでこのグリップをきれいにしていきたいと思います。なんと今回使うのは食器用洗剤、イエーイ。これを使ってですね、グリップ力とグリップのピカピカを元に戻したいと思います。水にジャーッとつけまして、グリップをで、食器用洗剤をこれにつけまして、ゴシゴシと結構きれいになるんですよ。ありがとうという思いを込めてゴシゴシ洗っていきます。こんなもんで大丈夫かな。で、さっと流して、お、もう蘇ってきた。なかったのがこんなに白くなりました。わかるかな、50度あんま使ってないからな、かなり黒ずんでたんですか。グリップ力はお、いいんじゃない。うん、うん、いい感じ。洗った後はちゃんとギュッと乾かさないとダメです。時間もかかるので、皆さんグリップとか洗ったりしますか？意外と知ってるより知らないかな。今回せっかく年末なので動画にしてみました。パターやば、これ取れんのかな。パターやばいっす、パターがやばいこれね、なんか専用の、なんでもグリップ交換の時にね、やってもらったんですけど、専用のね、エリートグリップはね、クリーナーがね、あるらしいんですよね。もしかしたらこれだと綺麗に取れないかもしれない。まあでもこう、結構鮮やかになるし、汚れも、手垢も取れちゃうんでね、よく洗う、よく乾かす、それを見てるのが大事です。あ、やっぱあんま綺麗にならなかったな。こっちは専用のクリーナーの方がいいな。あんま綺麗にならなかった。まあ、ちょっと綺麗になったかな。でもですね、イオミックのグリップをやるとすごい液面らしいんで、やってみましょう。これでまた取れてなかった。ちょっとイオミックのグリップの方が効果的っていうのを知ってたんで、洗剤で洗うのは、ちょっとイオミックのグリップを洗剤で洗ったらめちゃくちゃ綺麗になった。めっちゃどす黒かったのに、この白いとことか超黒かったのに、白く真っ白になって真っ赤になりました。なんで取れてないの。今日はビデオの調子が悪いなり。すごいよ、グリップ力もかなり変わりました。ねっとりしてる。洗剤で洗うのはこのイオミックのグリップも向いてるのかな。ただエリートも綺麗になりましたけどね、めっちゃいい。エリートグリップは洗剤で洗わなくてもいいのかもな。もしかしてタオルで拭くだけでもいいのか。いや、イオミックの方はぜひ洗剤で洗ってみてください。めちゃめちゃ綺麗になります。なんかいいね、クラブピカピカになってすっきり、いい年が迎えられますように。以上になります。はい、あとは明日まで乾かしていきたいと思います。やってみて思ったのは、気持ちよく来年のゴルフができそうと思いました。お掃除は来年を迎えるために
よくお掃除するじゃないですか、家とか。家もお掃除するのも大事なんですが、ゴルフしてる方はぜひゴルフシューズやゴルフクラブのグリップなんかも洗ってみてはいかがでしょうか。で、感想なんですが、ユミックのグリップはすごく洗剤向いてるし、エリートも綺麗になったんですが、イオミック使ってる方は特に洗剤で洗うのおすすめです。エリートは濡れタオルで拭くだけでもいいって書いてあったっていうか、ね、情報ではあったんで、そちらでもいいかなと思います。で、色黒くなったやつ取るのはなんか専用のなんかこういうクリーナーがあるんで、ぜひそれも多分エリートのホームページに売ってるのかな、試してみてください。では皆さん、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。良い年越しを過ごしてください。バイバーイ。